訓練は、客間や事務室のある後輪郭から出荷した想定で、成田山新勝寺の自衛消防隊員や地元の消防署員ら、合わせておよそ60人が参加しました。隊員らは、鉄筋4階建ての後輪郭から避難誘導を行う一連の流れを確認した上で、3階に取り残された人たちを救助袋を垂らして救出する訓練に取り組みました。 その後、放水訓練も行われ、消防車のポンプで、後輪郭の屋根に向けて、水を勢いよく噴射させていきました火災はもちろんですね、地震が最近、頻発しておりますので、外国人の方が何人かいらっしゃったので、そういった方向けにも対応できるように、心がけていきたいと思います。